始めてまいります。最初に、反町兄弟にお祈りしてもらいます。お願いします。愛する天のお父様、尊きお名前をあがめ賛美し感謝いたします。9月最初のこの聖日の朝、私たち一人一人をこの御堂に導いてくださってありがとうございます。そして本当に私たち一人一人をこの礼拝する民として導いてくださっていることを覚えてありがとうございます。聖霊様が私たち一人一人の上に臨んでくださり、霊と誠によって私たちは本当に礼拝を捧げようとしています。どうぞこの礼拝の場が豊かに祝福され、豊かに用いられ、本当にその今日本当に神様の御業を私たち見ることができますようにどうぞ見てください。そしてまた本当に私たち一人一人に必要な御言葉を今日も与えられることを本当に感謝いたします。どうぞ本当に今日語ってくださる菅原先生の上に豊かな油注ぎ、新鮮な油注ぎを与え、今日私たちになくてはならない御言葉を豊かに与えてください。それぞれが抱えております問題や本当に癒しや解放、本当にそれぞれの課題を本当に一つ一つ解決してくださいますようにお願いいたします。これからのひととき一切を忍びていたします。今日奉仕くださっているお一人お一人の上にも豊かな油注ぎを与えて豊かに用いてください。これからのひととき一切を忍びていたします。イエス様のお名前を通してお願いします。アメン。ありがとうございます。それでは皆さんご起立ください。唱詠を賛美します。まで使徒信条を告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたま。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。詩編の朗読をいたします。詩編一編。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。悪者はそれとは違い、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻のようだ。それゆえある者は裁きの中に立ち往せず、罪人は正しい者の集いに立てない。まことに主は正しい者の道を知っておられる。しかし悪者の道は滅び失せる。アーメン。続いて、聖歌403番を賛美します。栄えの冠を捧げまつら、かつては茨をかぶり刺繍に、ゲッセマネの苗を、カルバリの苗を覚えて近づかん、おなるイエスよ。かつては葬られ血に砕いて、ゲッセマネの苗を、カルバリの苗を。
担い進みゆか主の十字架を磨き杯もなど咲くべきゲッセマネの種をカルバリの種を思えて近づかんおなるイエスよ四番主に私この賛美本当好きなんですけど、主にまみゆる朝、手の傷跡を仰ぎ見て死の晩、主のカルバリと、亡くなっ我々この地上の人生を終えて天国に入るときは、多分ですね、イエス様が天国の門のところでね、私たちを待ってくれてると思います。ですよね。で、その門は一つの真珠でできていると黙示録に書いてます。どんなんでしょうね。一つの真珠でできてます。だから継ぎ合わせてないんですね。一つの真珠を掘ってできてるのかどうなんでしょう。そこにイエス様がおられて私たちを迎えてくれるんですけども、先週この中でも、何人かの方が参加されたと思いますが、就活セミナーというのがありました。この教会で葬儀をされる方はもしかしたらお世話になるかもしれない、葬儀屋さんの方が来てくださって、いろんなお話してくださったんですけど、まあいろんなね、亡くなる時の本人と残された家族の準備のこととか、まあ、いろんな話があったんですけども、最後にですね、納棺体験という、まあ、目玉になっている一つの項目がありまして、でここに棺桶を持ってきてくださいましてね、希望者は入ってくださいということで、私も入りました。はい。で、皆さん集会終わった後に写真撮るの忘れたなと思ってね、もう一遍ちょっと入らせてもらっていいですかって言ったら、あ、どうぞどうぞということで写真も撮りました。で、知ってる人にメールで送ったり、職場で見せたりしました。はい。で、皆さんこうやって笑われるんですけど、必ず入るんですね。で、よくね、年いった人にそういう不謹慎ちゃうかとか言うじゃないですか。だけど亡くなる順番は分かりませんよ。いや本当にここで一番若い人が今日亡くなるかもしれません。いやこれ不謹慎とかそういう話じゃなくて現実なんですよね。それから不老不死ということが今研究されてますけど、もう私はそれはないと思います。どんなに科学が発達しても不老不死はないと私は思ってます。ですから自分の信仰としては必ず死ぬという信仰があります。はい。で必ず棺桶に、まあよっぽどのことがない限り棺桶に収まるだろうなと思っています。で棺桶に収まった後ですよね。後がまあ大事なんですけど、そのから後の時間が長いんですよ。ですよね。永遠に続くんです。で職場の人とかにね、見せてね、最初笑うんですけど、皆さん死んだらどこ行くんですかっていう話をするんですけど、皆さん何も考えてないですね。で無になるっていう人が大半ですが、本当に無になるんでしょうか。死後の世界はどうなってるんでしょう。皆さん準備できてますでしょうか。一応私もいろいろ考えて
無になると思ってる人よりかは準備できてますね。というか、少し楽しみでもありますね。死後の世界どうですか。一番最初に話しました心中の門でイエスさん待っておられますよ。で、なんて声かけてもらえるんでしょうね。なんて声かけてもらえます。皆さんこんな話ありますよ。イエス様は自分の方を一別をしただけで去っていかれた。一応迎えてくれたんです。で、来たみたいなという話ですね。皆さん考えてください。この後は、はい、はい、そしたら、私は主に触れられてという曲、一度賛美して交換の時にします。私は主に触れられ新しく変えられた。イエスの御業褒め歌を私は変えられた。イエスの恵み、イエスの主を愛して主に仕える新しい心で、イエスの御業褒め歌を私は変えられた。それでは皆さん立ち上がってください。私は主に触れられて新しく変えられた。イエスの御業褒め歌を私は変えられた。イエスの恵み、イエスの愛、何者にも変えがたい。主を愛して主に仕える新しい心で、イエスの御業褒め歌を私は変えられた。イエスの恵み、イエスの愛、何も何も変えがたい。主を愛して主に仕える新しい
その血潮で私の罪は許された信じよう。その名前で全ての痛み消え去った信じよう。旗を掲げように示せ、キリストは生きている。私の主は生きている。キリストは生きている私の主は生きている。その血潮で私の罪は許された信じよう。その名前で全ての痛み消え去った信じよう。旗を掲げI'm not afraid to die.
父なる神へと続く栄光と勝利の道、ハレルヤ。贈られた神の子羊イエス・キリスト、ハレルヤ。とこしえまで御座に全ての人の罪を背負われ歩まれた十字架の道、それは父なる神へと続く栄光と勝利の道。
します。天の神様、今みんなで、賛美をしました。主はあなただけが私を満たしてくださる方、主を私に、死後の世界を教えてくださいまして感謝します。主はあなただけが明確にこのことを教えてくださいました、他にいろいろな考えやいろいろな宗教がありますが、あなたが私に確信を与えてくださいましたからありがとうございます。感謝します。主よ、ここに集いましたお一人お一人、本当に、今日祝福してください。聖霊様望んでください。信仰を増し加えてくださいますようにお願いします。死んだ後だけではなくてこの地上でも主よあなた祝福を与えてくださいますから感謝します。健康を守ってください。経済祝福してください。人の輪を祝福してくださいますようにお願いします。神様、今日この礼拝の中で語ってくださいます菅原先生を祝福してくださいますようにお願いします。今日主よ、先生を通してあなたが語ってください。私たち聞きます。そしてまた理解力も与えてください。お願いします。今日のこの礼拝に期待します。最後まで主をあなたの御手に委ねてイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。マジェスティ主をあがめよ誉れと賛美捧げよ。オーマジェスティオナリエスイエス様力は流れる御座より高く掲げよ主の御座を御前にひれ伏し褒めよ褒めよ主オンマジェスティオナリエスの十字架の御業を称えよマオンマジェスティ主をあがめよ誉れと賛美捧げよ。聖霊様はご一緒です。オーマジェスティオナリエスの力は流れる御座より高く掲げよ主の御名を今へ生きてくし褒めよ褒めよ主をオーマジェスティオナリエスの十字架の御業を高く高く掲げよ高く掲げよ主の御名を今へ生きてくし褒めよ褒めよ主をオーナリエスの十字架の御業を称えよ高く掲げよ高く掲げよ主の御名を御前に生きし褒めよ褒めよ主をオーマジェスティオナリエスの十字架の御業を称えよ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 スローテンポで十字架の御業を称えよ。
見業を讃える人の子が来たのは使えられるためではなく使えるためであり、多くの人の贖いの代価として自分を与えるために来たのです。使えるためにその命を与えるために来たのです。今日も神の御子主イエスキリストと愛する御子を私たちの罪の許しのために十字架におかけになるために惜しむことなく天の御座からお使わしくださったお父様の上に誉れ賛美栄光礼拝喜び感謝、すべての生き物を今日も力いっぱい豊かに豊かにお捧げいたします。ハレルヤ、エイメン、アメン。おはようございます。台風が今日今晩から明日にかけて、ですね、これ来るようですけども、9月の第1週でもありますので、恒例の9月の誕生日、9月の洗礼、9月のご結婚ですね、それに該当する方々の祝福をお祈りいたします。お立ち上がりくださいますか。昨日私ね、この4日から5日、明日から5日から12日までの間20人ぐらい該当してられて、昨日あと20枚書いたんですけど、本当に恵みです。こう住所から書くじゃないですか。だから、あ、この方は先生、あ、大阪なんだとかね、あるいは西区なんだとかね、住所が分かるんですね。ペタペタってあれば合理的なんで、はいんですけど、こう住所から書くんでね、あ、そう、この人がこういうところから、ね、いつも見えておられるんだなってことも書きながらこう、ね、あるんですね。本当に感謝です。いつものように隣の方を祝福しましょう。あなたのうちに主の姿が美しい、尊い神の子供、あなたを愛します。この集まり神の栄光が素晴らしい、尊い王がおられる、あなたを愛します。人生は出会いで決まるというよく語られる言葉があります。まさにその通りだと思います。いろんな出会いが今日見舞いに立っておられる、誕生日、新生、ご結婚記念、いろんな出会いがあったと思うんですけども、天地を作られたただ一人の愛と憐れみと全能なる神様、そしてその御子イエス様にお出会いできた恵みはなんと幸いでしょうか。これ以上の幸いと、またエキサイティングに満ちた出会いはありませんでした。これからもこのお方を私たちの人生の心の王座に座っていただいて、そして永遠に至るまでこの方と共に歩める恵みと特権をありがとうございます。今日に至るまであなたと出会い、そして大きな最高の祝福の中を歩んでこれたことを感謝します。人生には辛いこと、悲しいこと、苦しいこと、嬉しいこと、笑うこと、うまくいくこと、うまくいかないこと、挫折、成功、いろいろあるんですけども、いつも私たちはあなたと共に歩める、そのことが幸いです。そのことが喜びです。そのことが平安です。どうぞここに立っておられるお一人お一人のこれからの歩み、それぞれにここにさまざまな歩みが待ち受けていることでしょう。でもたった一つ確かに言えることは、あなたがどこにいても私は共にいる、あなたがどこにいても私は共にいるよと言ってくださるこの全能の神様がおられることを本当に感謝をいたします。どうぞお一人一人のこれから歩みを祝福し、お一人一人通してキリストの栄光が表され、聖霊充満され、その手から癒しの力がなれ、神の栄光のために、日本の宣教活動のために力強く用いられてきますように。そのためにまず基盤である家庭が、神の平和が、家庭に神の平和が宿りますように。
家に帰ったらお互いがホッとできるようなところでありますように祝福を祈りいたします。すべての人間関係の出会いを祝福いたします。健康の祝福、安全の祝福、悪魔から守られていきますように、聖霊充満されますように、一人一人を通してキリストの栄光が力強く豊かにますます表されていきますように、圧倒的な恵み、勝利、祝福を宣言し、主イエスキリストの御名によってこの祈りを天のお父様にお捧げいたします。アーメン。ハレルヤ。アーメン。おめでとうございます。祝福あります。台風が近づいています。まあ、10号がね、北海道の方、遠くの方に、歴史上観測史上初めてのことだったようですけども、まあ、大水でね、川が氾濫したり道路が寸断されたり、いろんな施設が流されたりして犠牲者も多く出ていますけども、日本本当にね、地震も多いし、台風も多いし、本当に災害列島だなと思うんですけど、また同時にですね、自然のこの豊かな四季折々、四季だけじゃなくって、12ヶ月をさらに、旬というのがあってですね、24節気なんてあったりしてね、季節の、まあ、細やかな変わり目を察知する、まあ、細やかな感覚を私たちは、まあ、もらうほど自然と和んでるんですけどもね、まあ、時にはこのようなこともあるようです。明日には台風がですね、こっちに来るんですけど、予定、こっちに来る予定な、予定っておかしいけど、あの台風っていうのは自分で推進する力ないらしいですよ。もし高気圧とか低気圧が空気の流れなかったらそこにとどまるらしいんですね。でもたまたま高気圧が日本列島にこう張り出してて、で日本列島に近づくとちょうど九州の辺りから偏西風って吹いてるんですよ。時速、偏西風の時速はだいたい 5,60 キロの偏西風がね、中国大陸から日本に、北海道あたりにダーッと向かってこう、まあ、西にですね、東に向かって偏西が吹いてるんですけど、その偏西風に乗るのがちょうど九州あたりから偏西風に乗っちゃうんですよ。でその偏西風に乗って日本列島をですね、縦断すると、まあ、いうようなそういうね、台風の流れになってるんですけども、高気圧のヘリに、ヘリでずっと動いて最後は偏西風に乗って、日本に来ると時速50キロ60キロ、まあ、つまり偏西風の速さで、台風がですね、駆け抜けていくと、高速で駆け抜けていくと、こういうことですね。明日はどうなるんでしょうかね、分かりませんけども、主語の少し見ていきますと、ちょっと書いてないんですけど、稲越きみこ姉妹と言われる方、この教会で、古くからね、お見えの方はよくご存知の西宮から来ておられるご婦人でしたけれども、この方が先週月曜日の朝になられて、そして日曜日の朝、ちょっとごめんなさいね、とにかく先週亡くなられて、そして西宮のベルコスティで葬儀を執り行いました。教会も古くから知っている方はね、葬儀にも出てくださったんですけども、無事に葬儀も終えることができましたことを報告させていただきます。確か私の家内と同い年ですか、67歳だったと思うんですね、はい、天に召されて行かれました。まあ、この教会にはね、ちょっと来ることできなかった、来てなかったんですけども、信仰はお持ちの方でした。それから来週は敬老祝福式なんですね。で、毎年高齢の70歳以上を対象にしてお祝いしてるんですけども、私もその対象の中に入っていくんですね。今71ですけど10月に72になるんですね。で、いつも食事の準備してたんですけど、この前申し上げましたようにもう100人ぐらい対象者いるんですよ。そうすると30人40人が食事する場所がないし、奉仕者もちょっとね、やっぱり年を重ねてまして、奉仕食事の準備する人は70超えてるんですよ。だから自分の食べる食事を自分で祝ってね、何よ分からんなっていうことになっちゃって、やめようってことになって、記念品のお赤飯と煎茶ですね、お茶をつけて済ましましょうってことになったんですけど、やはりね、敬老の日で70歳から上の人そういう混乱が起こるんで、それでいいんですけど、考え方を変えまして、85歳に絞れば10人前後にしかいないんですよ。
ですから85歳は一緒に牧室で食事をすると。で牧室で食事、その方で直電話でね、はがきでしても、ね、85歳になると失礼ですけど、はがきを出したんだけども出席か欠席を忘れたとかね、まあそういうことも起こるんで、まあ、直接電話をして、また当日も確認の電話をしないといけないような、まあ、状況なんですけど、まあ、10人ぐらいの方が85歳以上で一緒に牧室で食事をするということに内容変更をいたしました。ですから私と一緒に食事をしたいと思われる方は、まあ、早くね85歳にとしか言いようがないんですね、はい、ちょっと内容変更しましたので、あらかじめ皆様にご報告させていただきます。でも70歳以上の方は玄関のところでですね、記念のイメッテのものをお渡しできたらと思っております。よろしくお願いいたします。それからもう一つですね、新しい本が入荷しました。私の知っている牧師の息子が書いたんですね、まあ、彼もね、知ってる人は篠原源っていうんですけど、源さんが100人の聖書っていう本を書いてね、今一生懸命即版で全国回ってるんですけど、この人の、まあ、おじいちゃんが大きなビジネスを、ね、東京でやってらっしゃるんですけども、建材関係の仕事やってる。でその社長さんから電話があって、聖書の教会でしたら100部はいけるでしょうって、はーいとか言ってですね、120部送ってきてください。で1300円ですね。私の方やったらもう皆さん安くお分けするんですけど、もう1300円で仕入れさせられてるんで1300円でしかお分かちしようがないんですけど、どうぞ。また内容はね、とっても初めての人には、あ、この人も聖書や、この人も聖書と関係あるんやってことでね、まあ、非常に伝道用にはですね、入り口についてキリスト教の入り口、聖書の入り口あたりですごくね、あ、そうなんだという感じで分かりやすくですね、いろんな聖書との関わりの人が出てきますので、あ、この人もそうやったんやということで、ぜひ皆さんね、お買い求めください。よろしくお願いいたします。ロビーでね、売っておりますのでお願いいたします。さあ、それでは早速聖書のメッセージに入っていきたいと思います。今日でエペソ人への手紙は終わりの予定なんですね。で、この来週は交わりの回復ということで、公開メッセージってですね、皆さん聖書をね、ずっとマタイ伝ならマタイ伝ね、でルカ伝とかね、エペソの伝、ローマ、いろんなありますけど、ずっと連続でメッセージの公開メッセージ、まあ、連続公開メッセージですね。でエペソの手紙もね、こう数年かかって、ここまで、ね、来て今日で終わりなんですけども、公開メッセージ、皆さんメッセージは大別するとね、2つなんですよ、種類は。テーマメッセージ、主題メッセージね、テーマメッセージか公開メッセージなんですね。で、公開メッセージの公開っていうのは、ね、授業の、ね、講師であるとか講義するとか、ね、授業の講義とか、講と解釈の解と書いて公開メッセージですね。で、テーマメッセージは、あ、今日はこれを語ろう、今日はこれを示されている、今日はこんなことを語ってみましょうということで、テーマが先に来て、そしてそのテーマにふさわしい御言葉を引用して語るというね、これがありますね。で、第5週私はテーマメッセージしてますよね。で、1週、2週、3週、4週は連続公開してるじゃないですか、ね、ですからこの公開メッセージはテーマが選べないですよね。次々連続で読んでいくわけですから、それは皆様に解釈し、ね、適用しメッセージをするわけですから、自分の不得意なこと、得意でないことも皆様に調べて勉強して、またね、よく瞑想して語らなきゃならない、ね、ですから公開メッセージはする者にとっては次の箇所分かってるんですね。次にどこするか分かってるんですね。ですからやりやすいところもあるんですね。テーマメッセージはね、示されていることや今すごく感動していることを語りますので、まあ、非常に語りやすいんですけど、テーマメッセージどうしてもね、テーマ偏るんですよ。どうしても語る人の自分の得意なこと、自分の好きなこと、自分のお箱にどうしても行くんですね。
もう最後にテーマが上がらなくなると積極的にはもうそのとかねいろいろそういうね、話になっていったりしてですね、自分の得意なことを語ってしまうという、まあ、その辺のところがありますね。でも公開メッセージの場合は今言ったようにですね、全ての箇所をですね、紐解いて、まあ、いかなきゃなりませんのでね、勉強しないといけないという、ただバランスが取れますよね、いろんなところから語らないといけません。バランスが取れるんですね。それともう一つ公開メッセージはね、ああ今日はうまく語れなかったなとかね、みんなにね、なんかしょうもない冗談言うて、ね、笑ってもらえなかった、ね、しょうもなかったなとかね、まあ、いろいろ後で後悔するんですよ。それで公開メッセージ、まあ、そういう意味で本当に公開、まさに公開メッセージばっかりなんですけど、まあ、本当の意味はね、そのね、その後悔じゃないですね、はい、さあエペソ人の手紙をお読みしていきましょう。6章の18節からですね。3、はい、すべての祈りと願いを持ち、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。また私が口を開く時、語るべき言葉が与えられ、大胆に知らせることができるように私のためにも祈ってください。私は鎖につながれて福音のために大使の役を果たしています。鎖につながれていても語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。あなた方にも私の様子や私が何をしているかなどを知っていただくために、主にあって愛する兄弟であり忠実な奉仕者であるテキコが一部始終を知らせるでしょう。テキコをあなた方のもとに使わしたのは他でもなく、あなた方が私たちの様子を知り、また彼によって心に励ましを受けるためです。どうか父なる神と主イエスキリストから平安と信仰に伴う愛とが兄弟たちの上にありますように。私たちの主イエスキリストを口の愛を持って愛するすべての人の上に恵みがありますように。そうですね、パウロが当時の、ね、エペソの町の教会のクリスチャンたちに書き送ったんですけど、まあ、もちろんこの手紙回し読みしてますからね。エペソの表題だけでも、ね、いろんな教会にも回し読みされてるんですね。でそれどころか今も読んでる。アーメン。2000年とか今も読んでるんですね、パウロがエペソの、ね、教会から。だからキリストの教会やパウロによって今も牧会養われてるってことですよ。でね、この24節が最後の言葉ですね、主イエスキリストを口の愛を持って愛するすべての人の上に恵みがありますように。これでね、手紙が締めくくられてるんですけど、私もね、昨日20枚ほどね、9月多かったんで、多くて17、18枚だったんですけど、昨日は特別多かったですね、9月の5日から11日までの月から日曜日の方を昨日お書きしたんですけど、多いなと思ってね。ただまあ住所なんかもね、さっき言ったかな、全部書くんですよね、自分でね。で自分で書くことによって、あ、この人は あちらからお見えになるんだなということでね、思いがまあ入るんですね。合理的にさっきね、シール持ってペタペタ貼っとっても、まあ、つくんですけどもね。それでやっぱりこの人がこういうところからお見えなんだってことがね、分からないんでね、書くと、自分で書いてると、あ、顔も思い浮かべながら、あ、この人には最近こういうことがなんかあったよねと思うと、ちょっとねそのことにも触れてね、書くんですけど、やっぱり最後の言葉がやっぱり非常に神経使わないといけないですね。最後にどんな言葉を書くかね、いうことで、いろいろと考えるんですけども、まあ、ここでもね、手紙ですから、まあ、最後の文章は恵みが豊かにありますようにとね、この言葉によってね、手紙がまあ締めくくられて、まあ、いるわけですけども、さて皆さんね、このね、パウロの手紙エペソの、ね、町なんですけど、このエペソの町は門前町でしょ、前にも言いましたけども、パウロがエペソの町に来た時にはすでにクリスチャンが何人かいました。それはアポロという雄弁家がいて、アポロによって小さな群れが、クリスチャンの群れがエペソの町にできていたんですね。でそこに後からパウロがやってきて、クリスチャンと一緒に出会うと、いろいろ聞いてみると、まだ聖書というか神様の啓示についての深みがあまり理解されてなかったんですね。でそれはそれを伝えたアポロという雄弁家なんですけど、彼の弁説が爽やかで、彼の弁説によって信仰を持ったんだけども、パウロほどの深い啓示がまだ彼には示されていなかった。
だから信仰が浅かった。そして洗礼もバプテスマのヨハネによる新洗礼しかしてらっしゃらない。イエスの名によって洗礼を受けるということを知らなかったということも書いてますね。そこでパウロはイエスの名によって洗礼を授け、そして彼らのために、手を置いて祈ったら10人ほどの余りの人が聖霊のバプテスマを受けて異言を語り賛美をしだしたりしたと書いてますよね。そしてエペソの町がですね、門前町で、女神のアルテミスの大神殿によって霊権新たかで、もうエペソの町だけじゃなくて、ね、遠くの人々が参拝参見にやってきて、そのね、霊権新たかな女神様に何かですね、預かろうとして栄えていた町だったのに、パウロがそこでどうですか、2年間腰を据えて宣教活動、布教活動をしたら、パウロを通してものすごい奇跡が起こって、パウロはまだ教会が来た時は自分の食べ物を得るために彼は天幕の職人でしたから、彼は天幕作る時の前掛けをかけていたんですけど、その前掛けを触るだけで悪霊が逃げ出し、前掛けに触れるだけで病気がなるっていうね、とんでもない奇跡が伴って、あっという間に皆さん2年間の間にエペソの町の偶像崇拝者の多くがどん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 改宗してキリスト教に改宗していく。そして自分たちがかつて持っていた占い本とか、あるいは偶像関連のグッズを自分たちで自主的に町の広場に持って行って、それを燃やしたら、その時の価値は今の価値で言うと2億円ぐらい相当の関連グッズが燃やされていったと書いてますよ。ですからエペソの町はものすごいリバイバルが起こったんですね。短期間でどん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 人々がキリスト教に変わっていくもんですから、そのエペソのアルテミスの神殿で成り合いをしていた多くの人々が危機を感じて、パウロをですね、迫害し始めて、行くわけですね。そして町が大混乱になっていたと聖書書いてますね。そのようにしてパウロは非常にですね、影響力のある男で、彼を通してたくさんの人々がキリストのもとに立ち返ってきた、そんなんでエペソの町はかつて偶像崇拝者が2年余りでどんどん教会が大きくなってきた。だから霊的にもすごくね、求め鋭い人もいるかと思えば、教会が急に大きくなったもんだから、教会のクリスチャンの愛のお裾分けに預かって働かないでも昼ご飯をタダで食べようという人もこうやってきたとか、だからあなた方はね、働けるものは働きなさいとね、怠けてはいけないよとね、そんなもう私たちではもうメッセージが必要でないようなこともエペソの中には手紙の中に書かれていますよね。だからエペソの手紙はものすごい深い霊的な、本当に深遠な深いことと、非常にいいですね、働かないものは食べるななんてね、そんなですね、表層的なですね、ことも書かれていると、ということでエペソの手紙は非常にね、読んでると幅のある手紙であるということが分かりますよね。でこの本堂に戻りますけども、ここでね、パウロは祈りなさいって4つ書いてるんですね。で4つのうちの初めの2つは、御霊によって祈りなさい、18節ですね。でこれは御霊によって祈るっていうのは、異言によって祈るって私解説しましたね。異言でね、私たちは聖霊のバプテスマ、聖霊の体験、充満の体験すると舌がもつれて、今まで語ったことのない言葉を私はもう54年前に体験したんですけども、ね、鼻ばかしたらば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 、いろいろ人によって違うんですけど、そんな言葉が出てきますね。それを異言の祈りと言いますけども、私たちクリスチャンは聖霊充満の結果与えられる異言の祈りプラス知性の祈りですね。異言で鼻まかしゃまか言いながら、ああ神さん、どうぞ神戸渡る兄弟、どうぞ覚えて祝福くださって、神戸市役所で活躍しますようにとかね、美智子さんが遠くから来ますけども、小林さんの足を守ってください。これは知性の祈りですね。皆さん、このようにして私たちは異言の祈りと知性の両方の祈りが必要ですね。でこの祈りを私はですね、自分で作った新しい造語、皆さん知ってますね。ハイブリッドの祈りって言ったんですね。知性と異言で祈る、皆さん覚えてください。ハイブリッドの祈り。こんなことを言う牧師は日本に2万人ぐらい牧師いるんだけど、菅原牧師だけです。私のも新しくできた
言葉です。ハイブリッド、ね、はい、まあ、別に使わなくていいんですけど、ハイブリッドです、まあ、とにかく御霊によって祈り、これ祈りなさい命令ですね。それから、次ですね、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして、祈りなさい。でここで祈りなさいって書いてるよね。でも後半の2つは祈ってください、祈ってくださって、皆さん微妙に違うんだよね。祈りなさい、祈りなさい、でもあとは祈ってください、祈ってくださいってお願いしてるんですね。でお願いしてるのはパウロ自身のことについては祈ってくださいってお願いしてるんですよ。やっぱりちゃんと、ね、同じ祈りだけどこうちゃんとね、こう仕分けされているなということは分かりますけども、さあそこでね、見ていきたいんですけど、イエス様もね、ペテロのために祈られました。私たちも引き続きどうぞ皆さんね、聖徒のために祈ってらっしゃると思うんですね。あの方この方、牧師のためにね、あの献身者のために、あの神学のために皆さん祈ってらっしゃるわけですけども、どうぞね、祈って、いきましょう。でイエス様もね、ルカの福音書の22章の31から32でこんなふうにね、ペテロのために祈ったと書いてあるでしょ。お読みしましょう。3、はい、シモン、しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてください。これはね、ペテロがイエス様を裏切る直前のことじゃないですかね。この後ペテロはイエス様のことをね、関係ねえ関係ねえ関係ねえって3回言ってるんですよ。小島よしおじゃないけどね、皆さんね、このシモンシモンってあるでしょ。でペテロはね、まあ、ギリシャ語でね、あのヘブライ語ではケパというんですね。日本語の意味は岩ですけどね、石とか岩って意味なんですけど、皆さんイエス様はね、もうイエス、あのペテロと最初に会った時に彼はバルヨナシマンがね、彼の本名でしょ、ね、生命ですね、バルヨナシマン。ところがイエス様どう言いましたか。いきなりケパって言ってるんですよ。皆さんイエス様すごいね、会って最初にいきなりニックネームで呼ぶんだから、皆さんすごいと思いませんか。ね、いきなり会って、ね、ニックネームを作られて、つけられるとなんかね、親しみは感じるんでしょうけども、イエス様はそういう目によってね、人間の関係力実は抜群ですわ。最初に会った人にいきなりニックネームで、私あなたをケパと呼ぶよ、ガンちゃんと呼ぶよってこう言ったんですよ。イワちゃんと呼ぶよってこう言ったんですね、うん、それでねペテロの子はパッと開いたんでしょうね。イエス様やっぱすごいよね、関係作るね、力ね。今のね社会は関係力が弱いんですね。お互いに遠慮しちゃってね、プロポーズもしないとかね、いろいろあるらしいんですけども、まあ、だからイエス様すごいね。でこのねシモン、シモンはペテロの本名ですね。見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふりにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りましたよ。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。その通りですね。ペテロはこの後イエス様3回も知らないと言ったんですけども、イエス様はその彼の否定した思いを責めないで、彼の弱さを受け止めてどうしましたか。この後私の羊を飼いなさい、私の羊を飼いなさい、私の羊を養いなさいと3度イエス様はペテロの心をですね強め癒し、新しいミッションをですね、使命をペテロに与えられましたね。皆さんイエス様の祈りは皆さん答えられましたね。イエス様ペテロのために祈ったんですよ。この後ねペテロは一番ねイエス様を擁護しなければならない、イエス様を守らなければならない、あのね本当に時にですね、ペテロは3度も知らないと言いましたからね、彼の心の中はねきっとズタズタだったでしょうね。一番肝心な時に知らないと言ったわけですからね、本当にね心が痛かったと思うんですけども、しかしイエス様そのこと全部織り込み済みで、あなたやがて立ち直るから、その時には多くの人を励ましてあげるんだよというですね祈りをされて、それがその通りですね成就しましたね。そしてペテロはね今に至るまでですね本当に多くの人々の信仰のですねモデルとしていますけども、やがてペテロはねローマで殉教するんですね。でクオバディスドミノっていう有名な本もありますけども、本当にこう闘技場でペテロは殉教して天に帰るんですけども、そのペテロの墓の上に今カトリックの本山である聖ペテロ人が立ってるじゃないですか。
あのね、聖ペテロ人の聖壇の真下にペテロの墓が、まあ、あるわけですけどもね、そのにしてですね、ペテロは教会の中心としてね、活躍して、まあ、いくわけですね。それはこのイエス様がペテロのために祈られたこの祈りがね、そういう形で成就したんだろうなと思います。どうぞ皆さん、私たちもお互いのために祈るように、祝福を祈りいたします。で、隣と近所の人はね、お互いのために祈り合おうねってちょっと言いましょう。顔見合う、お互いのために、お互いのために祈り合いましょう。次にですね、パウロはね、エペソの方に行くと、奥義を大胆に知らせることができるように祈ってほしいって書いてるでしょ、ね、この大胆にってことは2回出てくるんですね。ここもね、大胆に福音語れるように、大胆に奥義が語れるようにね、言ってるんですね。で、この奥義って何かということをちょっと見ていきたいと思うんですけども、皆さんこれはね、前にもやりましたけども、6章の18節から24節、3、はい、すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての聖徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。また私が口を開くとき、ちょ、こうじゃないよ。エペソの3章の3節から6節だよ。読みながらおかしいなと思って、エペソの3章の3節から6節、聖書開けてる人は聖書開けましょう。ちょっとね、時間がもったいないんで、エペソの3章の3節から6節を開いていきます。ないですか、朝さっきやりましたよ。3、はい、先に書いた、簡単に書いた通り、この奥義は啓示によって私に知らされたのです。それを読めば、私はキリストの奥義をどう理解しているかがよく分かるはずです。この奥義は今は御霊によってキリストの聖なる生徒たちと預言たちに掲示されています。前の時代には今と同じようには人々に知らされていませんでした。その奥義とは、福音により、キリストイエスにあって異邦人もまた共同の相続者となり、共に一つの体に連なり、共に約束に預かる。奥義とはね、ユダヤ人も異邦人も神の恵みを受けれるよってことで、反対に書いてる。でもね、以前はそんなふうに誰に示されてなかった。つまり旧約聖書の中にはそういうことは分からなかったって今で言われるね。でもキリストにあって異邦人もユダヤ人も差別なく、キリスト信じる信仰によってですね、共同の相続者となると、これが奥義だと言ってですね、私たちもこれが新約聖書を読んで知ってますから、まあ、当たり前ちゃうのっていうね、まあ、感覚なんですけど、皆さん、ユダヤ人にしてみたらこれはとんでもないことなんですよ。で、ユダヤ人は特別な民族、神に選ばれた民族であって、他の民族とは違うんだという意識は皆さん何年続いたんですか。モーゼが10回もらって、モーゼが私たちに旧約聖書を書き始めた時から、ユダヤ人はそれ以来1500年間、我々は異邦人とは違った民族だと、神に選ばれた民族であって異邦人のように汚れたものではない特別な民族、皆さんこれ1500年間植え付けられたんですよ。皆さん1500年で日本が叫ぶっていつですか。聖徳太子が600年頃の人ですからね。さらに100年も前から皆さん1500年間日本人は特別やーって意識って植え付けられてきたら、そう簡単に皆さん抜けるもんじゃないですよ。日本にね、仏教が根付いてみんなが仏教徒にさせられたから、まだ400年ですよ。徳川幕府がね、仏教みんな徒になれ言われてね、キリシタンと区別するためにみんな仏教とさせられてます。400年でしょ。その400年だけでも日本人のほとんどはもう無意識のうちに仏教徒ではないけども仏教の影響の中みんなおるわけですよ。みんな仏教の考えてる。ユダヤ人は1500年間もずっとユダヤ人は特別や特別や、異邦人とは違うんや、1500年間ですわ、ずっとやってきた。だからパウロがね、嫌われてるのはそういうことです。異邦人もキリストを信じる信仰にて救われるよ、何を今更その点言うのかね。信仰で救われたら苦労はない。ユダヤ人にならないといけない。活動を受けないといけない。ユダヤの立法を守らないといけない。ほとんどのユダヤ人の
ですね、クリスチャンたちがクリスチャンになってるんだけども、パウロに与えられた特別な啓示についていかなかったですよ。キリストを信じるのは分かると。だけどもユダヤ人にならないとあかんちゃう、男の人は割礼を受けなあかんの違うと言われてですね、そのような意識から抜けきれなかったんですよ。だからユダヤ人にとってですね、本当に異邦人も共に相続人となるってことはまさに彼らにとっては奥義だったんですよ。そんなことあるもんかというような奥義だったんですよ。そのことを言ってるんですね。はい、これについてはね、さらにもう少し見ていきたいんですけども、ローマ人へのですね、手紙ね、皆さん奥義とは我々も簡単なこと答えしてるから、異邦人も救われるよってことです。アメン。言いましょう。奥義とは、はい、ユダヤ人も我々異邦人も共にキリストにあって恵みを受けることができる、神の恵みを受けれるんだ。アーメン。これは奥義なんですよ。でもユダヤ人にとってはとんでもない話だったんですね。はい、いきます。3、はい、兄弟たち、私たちの主イエスキリストによって、また御霊の内容によって切にお願いします。私のために、私と共に力を尽くして、ね、祈ってほしい。私がユダヤにいる不信仰な人々から救い出され、またエルサレムに対する私の奉仕が生徒たちに受け入れられるものとなりますよ。皆さん、この文章をじっと考えたらね、えという文章なんですよ。エルサレムに生徒ってクリスチャンのこと言ってるんですよ。エルサレムにいるユダヤ人クリスチャンたちに私の奉仕が受け入れられるように祈ってほしい。なんで祈る必要があるの？みんな同じクリスチャンちゃうの？なんでその時わざわざ言わなくったってみんなクリスチャンでしょっていうことだよね。でもエルサレムにいる生徒たちには受け入れるように祈ってほしい。つまりエルサレムにいるユダヤ人の、かつてのユダヤ教徒のクリスチャンはクリスチャンになったんだけども、パウロの与えられている異邦人も救われるんだよ、もっと言うならばイエスを信じる信仰だけで救われるんだよという、このメッセージが開かれてなかったから、パウロのメッセージを受け入れなかったんですよ。だからクリスチャンなんだけども、パウロに与えられている特別な啓示に対してユダヤ人クリスチャンはノーと言ったんですよ。この問題を解決したのがガラティア人の手紙なんですよね。だから生徒たちに受け入れられる、受け入れられるでしょ、パウロの教えが受けられるように、信仰だけで救われるというそのことが受け入れられるように。皆さん、これが聖書の本質ですよね。私たちはユダヤ人のようにならなくても救いに今も預かれるわけです。そういうことをここで言ってるんですね。はい、次行きましょう。第二ですね、テモテの2章の9節ではですね、パウロはね、福音が、ね、大胆に語れるように鎖につながれてるけどもってね、ありますよね、これを読みしましょう。はい、私は福音のために苦しみを受け、犯罪者のようにつながれています。しかし神の言葉はつながれてはいません。そうですね、パウロは福音を伝えたために、パウロが行ったところどこでもですね、大問題が起こる、ね、みんなが古い宗教を捨てて、偶像を捨てて、多くの人々がキリスト教に帰り、偶像を拝まなくなる、そこで町が混乱する、そこで、パウロを、ね、自由に野放しにしていたら、キリスト教が広がってしょうがないから、パウロを一時期閉じ込めておきましょうということで、から幽閉されて、まあ、行くわけですよね。で、エリクスという提督は、ローマの提督は、皆さんパウロのことを覚えていますか、ね、その時にユダヤのですね、宗教家たちはパウロの男って言いますね。この男はペストみたいな男って言ってますよ。使徒行の24章あたりかな。この男はペストみたいな男って言ってパウロと言われてるんですよ。パウロはつまり感染力が強い、ね、ペストというのは黒死病で感染力が強くて、16世紀のヨーロッパで皆さんね、ペストでヨーロッパ人口の3分の1が死んだじゃないですか。それとペストはすごい怖い病気なんですね。そしてそれになぞらえてペリクス閣下よ、このパウロという男はペストみたいな男やと、感染力が強いから注意してほしいと、こんなふうに言われるぐらい、皆さんパウロはすごいね、影響力を持っていたんですよ。だからパウロをね、捕らえて捕縛しておけば、
キリスト教が広がらないから、パウロは殺すわけにはいかないけども、彼の自由を束縛しようということで、彼は牢に投げ込まれて、その間にエペソ、ピリピ、コロサイ、ピレモンというね、4つの手紙が獄中から書簡が書かれたわけですけども、でもパウロのこのね、心意気ですね、皆さんね、私は福音のために苦しみを受け、犯罪者のようにつながれています。しかし、神の言葉はつながれていません。アメン。ね、人間の権力者は時にはキリスト教を迫害しました。共産主義もソ連も迫害しましたよね。でも徳川幕府も迫害しました。だけど皆さんね、迫害したこの世の権力者が滅び、神の教会、神の言葉は今も世界中に息づいています。ハレルヤ。神の言葉は鎖につながれてはいないのです。菅原渡るは捕らえられても、皆さんは捕らえられても、神の言葉はつながれることはないのです。ハレルヤ。言いましょう。私は捕らえられることがあっても、神の言葉は捕らえられることがない。アメン。さあ、そういうことでね。でね、このエペソを見ると、このテキコという人が出てくるじゃないですか。この人物をちょっと追ってみたいんですね。皆さん、聖書の中で出てくる人物をね、ずっとね、一人の人をね、追跡調査するのは非常に面白いんですよ。そして、その一人の人物としてね、その人物の成長とかね、その人の働きとか忠実さとかね、いろんなものをね、垣間見ることができるんですね。今日はね、このエペソの手紙に出てくるテキコね、6章のね、20節ではね、忠実な奉仕者であるテキコが一部始終を知らせるでしょうって書いてるんですね。ここでテキコという人がね、パウロと一緒にですね、彼はいたんですけども、パウロは身が束縛されていましたけども、その弟子たちは自由にパウロとから手紙を持ったりできたんです。あるいは訪問者も来ました。でもパウロは動けなかったんですよ、ね、そこでパウロは自分のね、マナ弟子であるテキコをあなた方に使わしますよ、ね、エペソのあなたに使わしますから、ね、彼を通して私の今の状況がどんな状況か、健康なのか病気なのか元気なのか、ね、どうなのかという、そういうレポートをテキコが報告するから、テキコを迎えておくれって言ってるんですよ、ね、皆さん、このテキコさんをね、ちょっと見ましょう。テキコだけど女の人ではありません。テキコか、テキコだけどテキコではないんですね。何よ、分かんない、男の人です、ね、はい、ここでね、使徒の働きの20章に初めてね、テキコが出てくるんですよ。はい、お読みしましょう。はい、パウロはここで3ヶ月過ごしたが、そこからシリアに向けて船出しようというときに、彼に対するユダヤ人の陰謀があったため、彼はマケドニアへ行って帰ることにした。プロの子であるベレア人、ソパテロ、テサロニケ人、アリスタルコとセクンド、デルベ人、ガイオ、テモテ、アジア人、テキコとトロピモはパウロに同行していた。だからここで7人の、ね、パウロと同行していた人の名前が出てきます。代表的な。だからこれ以外にさ、パウロはね、チーム伝道するわけですよ。そのチームの数は分かりませんけども、だいたい20人から30人ぐらいの所帯で伝道活動、布教活動するわけね。である、ね、町に行って、ね、パウロを通して奇跡が起こるし、癒しが起こるから、すぐに胸ができる。そしてパウロはそこに長居ができませんので、エペソが2年いたのは特別なことだよね。よほどのリバイバルがあったと思うんですけども、その町をですね、クリスチャンが生まれると、パウロの弟子を 2,3 人そこに置いておいて、その群れを、ね、整えて留守番をさせて、パウロと他のチームは次の町に行く。次の町ではまた小さな群れができる。そこでまた弟子を置いておいて、パウロたちはまた次の町に行く。そしたらこの町のクリスチャンたちが成長して、またパウロの追いかけて、パウロと一緒に行動するね。そのようなチーム伝道してたんですね。まあ、今でもね、この教会はチーム伝道してますよね。若い先生方はポーンとね、何人かほったらかして行っても、今はもうそれで成功する人はほとんどいないんですね。進学校出ても本当に後ろ盾もなく、夫婦だけで出ていった人で、ほとんど成功した人はほとんどいないですよ。非常にそういう意味で厳しいですね、日本における伝道はね。
だからこの教会でも和解していますけれども、私たちと一緒になってそしてチームで動いて必要ならば、ね、いろんな経済的にも人材的にもサポートをして、そして助けていかないとこの日本でも、もう難しいですね。その中でチーム伝道をね、私はこの教会でしてるんですね。たくさんの20人近いね、あの奉仕者が与えられてますけども、まあ感謝のことですね。みんなで応援しないとダメなんですね。でパウロもそのチーム伝道をしていたってことですね。これテキコがね出てきましたね。さあテキコさんは次にどこ出てくるでしょうか。コロサイの手紙の4章の7節から8節に出てきます。3、はい。私の様子については、死にあって愛する兄弟、忠実な奉仕者、道路のしもべであるテキコがあなた方に一部始終を知らせるでしょう。私がテキコをあなた方のもとに送るのは、あなた方が私たちの様子を知り、彼によって心に励ましを受けるために他の、もうその通りだよね。テキコが言ったらね、私たちの様子がね知らせるよ、様子を知らせるよ、ね、パウロ先生元気だよ、ね、ルカ先生も元気だよ、みんな元気だからね心配しなくてもいいよとかね、比較的自由にね、人か 面会は許されてるよとかね、まあ、そういう報告をする。みんなはねパウロ先生大丈夫かなと思って心配してる。でもね、テキコの報告を聞いて心に励ましを受けるでしょうって言ったんですね。でテキコは忠実な奉仕者ですよって書いてますよね。ここはテキコね、この名前覚えておいてくださいね。テキコさんです。はい、次に行きましょう。第二テモテの4章の、まあ、7節からなってますけど、ちょっと長いんですけど読みしましょう。はい。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守りとしました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい心配者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。あなたは何とかして、はい、次めくってください、ね、早く私のあなたは何とかして私のところに早く来てください。デマスは今の世を愛し、私たちはテサロニケに行ってしまい、またクレスケンスはガラティアに、テドスはダルマテに行ったからです。ルカだけ私と共におります。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからです。私はテキコをエピソに使う。ここで皆さんテキコ出てくるんですね。皆さんこのね、第二テモテはパウロがいよいよ殉教して自分が天に帰ることを知ってるんですよ。彼はローマの闘技場で迫害されて殉教するんですよね。その直前に書いた。だから私はもう私の人生も終わりだと。でも私はやるべきことやったよ、天が待ってるよと言ってるんですね。もうパウロの最後の最後の時の手紙ですよ、第二テモテはね。でその時にですね、パウロのそばに行って忠実だった人がパウロを見限った人がいるんですよ。パウロ先生も殺される、殉教するかもわからない。パウロ先生を見捨てる人が出てきたって言うんですよ。デマスは今の世を愛し、何ですか、私を捨ててテサロニケに行ってしまった、ね、パウロに最後までついていけなかったんですね。この世を愛してね出て行った。まあデマスさんね、前にも言ったんですけど名前が良くなかったなと思ってね、何があったのデマスデマスデマス言うからね出てしまって、名前をねおりますとかね、はい、とどまりますという名前やったらねよかったんですけど、デマスやったから、まあ、関係ないですけど出て行っちゃった。でこの文脈の中で見るとクレスケンスもガラテに逃げていったという文脈だよね。テトスはだテトスってこの台の後の手元になってるんで、テトスの手紙ってあるじゃないですか。もうパウロの側近中の側近、テモテと同じぐらい可愛がられた若い弟子なのに、このテトスさえもパウロせども行ったみたいですよ。だからねパウロは寂しかったでしょうね、まあ、そういうことだね。でも忠実に残る人もいたんですね。パウロ先生と運命を共にしようとする人もいたわけですよ。ルカだけは私ともによります。ルカはルカの福音書のルカだし、使徒行伝を書いたあのルカですよね。ギリシャの生まれのギリシャの背景、ヘレニズムの文化を持ったユダヤ人ではないただ一人の異邦人の聖書記者ルカですけれども、彼はコロサイ見ると愛する医者ルカと書いてますから、ルカはお医者さんだったんですね。このお医者さんのルカさんはパウロと一緒にですね共に行動していたんですね。でマルコはマルコ伝を書いたマルコだし、若い時彼は金持ちのボンボンの
A 氏の息子やったから苦労ができなくって、パウロの伝道があんまりにも厳しくて激しいんで、パウロから離れて途中 で宣教活動の戦線離脱をしてしまって、あとはマルコをどう扱うかということでバルナバと一大論争があったと聖書の中に書いてますよね。だからマルコは若い頃は坊ちゃんで役に立たなかったんですけども、彼は忠実に成長して、パウロの最後の時にはマルコは共にパウロといたと書いてるんですよ。だから信仰がね、あの髪の毛のボンボンが苦労してだん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 ね、素晴らしい成熟した働き人になったんですよということ、これで分かりますね。そして敵子をエペソに使わしますと書いてますね。ここでは敵子出てきます。もう一回テトスに出てきます。テトスの3章の12節3、はい、私がアルテミスが敵子をあなたのもとに送ったら、あなたは何としてでもニコポリにいる私のところに来てください。私はそこで冬を過ごすことに決めています、ね、このあなたはテトスのことを言ってるんですけども、アルテミスがテキコを継がす。だからテキコはいつもパウロと共に行動を共にして、必要に応じてパウロの状況やパウロの伝言やパウロの手紙を持ってコロサイに行ったりエベソに行ったり、ね、様々なところに使わされていった忠実な男がテキコという人なんですよね。皆さん、私たちも本当にね、主のためにテキコのように忠実なものでありたいなと思います。祝福ありますように。隣の近所の人に言ってあげましょう。あなたはテキコのような人ですね。ちょっとやってあげて。テキコのような人ですね。いや、私は適用や、そんなことやらない。天の父様、ただいまから聖餐式に移ります。テキコを通して本当に忠実な主のしもべの姿を見ました。エペソの手紙、本当に有益でした。感謝いたします。今から続く聖餐式も祝福し導いてください。イエスキリストの御名によってこの時が聖霊様と共に過ごす時でありますように。パンとブドウ酒を清め、私たちの心の内側をまず清め、悔い改めを与えてくださって、離れるべき罪があったらしっかりと離れることができるように祝福をお祈りいたします。キリストの御名によって祈ります。アメン。付け加えになりますけれども、このエペソの手紙で終わりに言います。神の大能によって強められなさい。私たちの戦いは霊の戦いではないってことあるでしょ、ね、神の武具に身を固めてあるじゃないですか。やはりエペソの教会は偶像で栄えた町がひっくり返ってできた教会だから、偶像とは皆さん霊の戦いが非常に厳しかったんですよ。周りはまだやっぱり偶像が生きている。でもクリスチャンも増えて、そこ戦いが強い。だからパウロはエペソの手紙で霊の戦いだとか言ったんですよ。だから霊の戦いはエペソの手紙の特徴ですよね。それは教会ができた背景の中にその文言のですね、答えを見ることができます。それではね、賛美をしながら、はい、お願いします。しみと拝む汚れもなき子羊我が主は豊富でしや子は我が温め味の持って栄えし御体花に子は我が温めあの流させたまいし
天のお父様、聖霊様を歓迎し認めを迎えします。聖霊様ご一緒にいつも考え計画し判断し決断し行動しイエス様の栄光を表してまいりましょう。もし大切なことで間違った判断決断行動しようとしていたら教え示しあるいはストップをかけてください。聖霊様ご一緒にクリスチャン生活を歩みご一緒にこの聖餐式に預かってまいりましょう。お委ねします、明け渡します。この中で聖霊が下りこの聖餐式の中で癒しが行われこの中で神の力が表されあなたの臨在に触れ聖霊充満されていきますように、一人一人を強めてください。日本のあらゆる領域における人々の救いが完成しますように、皇室の天皇陛下はじめ皇室の方々の上に救いが成就しますように、日本のリーダーたちの上に祝福が救いが成就しますように、庶民に至るまで日本のリバイルを祈ります。また欺きの君、偽りの君である日本の君をイエス・キリストの御名の権威によって打ち破り、この欺きを封印します。日本に住むすべての人々はイエスの血によって買い取られた神の民であることを宣言いたします。日本のすべての人々は永遠の命が与えられるように、イエス・キリストのものであることを宣言いたします。どうぞこの聖餐式を用いてくださって、あなたの栄光が称えられ、キリストの十字架がもう一度改めて褒めたたえられてきますように、祝福を感謝し癒しを感謝し聖霊の満たしを感謝し天のお父様にこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。それではご一緒にいただいていきます。それでは献金のためのお祈りといたします。天のお父様、今から喜んで十分の一聖願感謝礼拝ごとの捧げ物をお捧げいたします。先ほど癒しを祈りました。もう一度イエスの名によって完全に癒されますように、完全に癒されますように、健康が回復しますように、奇跡的な回復がありますようにと祈ります。どうぞがんから癒されますように。何人かの方ががんと戦っています。あるいは矯正している方と考え方もあるでしょう。神様、どうぞあなたの御名によって癒され元気が回復しますように、すべての細胞が健全な細胞へと生まれ変わりますように、癒しを宣言いたします。どうぞ覚えてください。家計の呪いや罪の呪いを断ち切ります。忌まわしい記憶の呪いや出生の呪いをすべて断ち切ります。神様、負の遺産を断ち切ります。どうぞ覚えて守ってください。感謝いたします。今から喜んで捧げます。十分の一聖願感謝礼拝ごとの捧げ物を受け止めてくださって、あなたの栄光とキリストの体なる教会の人のために尊く用いてください。天において地において豊かな報いが体験させられていきますように。経営しているお仕事ビジネス、またクリニックの上にご商売のように発展繁栄、また神様、資金繰りが守られていきますように。勤めている職場や組織の上に神様祝福があり、直属上司やその組織のトップを祝福し、ストレスや人間関係から守られていきますように。神様、就職活動の道が開かれ個々の経済が守られていきますように。
安倍氏を祝福し、行政府が良い内政外交を行うことができるように祝福をお祈りいたします。拉致問題の麗しい速やかな解決のためにも祈ります。異教徒の中から集団でキリストのもとに立ち返ってきますように。迫害されているクリスチャン、教会を守ってくださって迫害する人の中から、かつてパウロがそうであったように多くの人々がキリストのもとに立ち返ってきますように。エルサレムの上に平和と繁栄と霊的な回復がありますように。今週も一人一人を覚えてくださって、事故、災害、災い、凶悪な事件から、特に交通事故の加害者や被害者に会うこともなく、公共の乗り物の事故から、家族や会社の方々も含めて安全の国で守り続けてください。子どもたちも悪いものや災いや大病や事故からも守られていきますように。さあ聖霊様、あなたのこの群れ、この町々、この民族、この世界をご一緒にリバイバルし福音化してまいりましょう。主イエスキリストの御名によって天のお父様にお捧げいたします。アーメン、ハレルヤ、ハレルヤ。導きの中、アーメン。私たちは進む主の臨在を仰いで進み続ける。昼は雲の柱で、夜は火の柱で、主は私たちを導く。主が私たちの前を進みゆく。昼も夜もいつだって、ハレルヤ。主の導きの中、ハレルヤ。私たちは進む。主の臨在を仰いで進み続ける。ハレルヤ。昼は雲の柱で、夜は火の柱で、主は私たちを導く。主が私たちの前を進みゆく。昼も夜もいつか。主の祈りを捧げいたしましょう。ご起立お願いします。天にいます、我的父よ、皆をたたえます。この地に来た。
主イエスキリストの恵み、父なる神様のご愛、聖霊なる神様との親しき交わりが御前にあります会衆お一人お一人の上に、また世界中のあらゆるところでさまざまな苦難の中にあられるすべての方々の上にも、今からとこしえまで豊かにありますように。時間をね押しました、すいませんです。ですね、新しい方って言いますか、奥様が ね、この教会で洗礼を受けられて、ちょっと最近来れてなかったんですけど、ちょっと病気っていうか、ですね、病院の方に入院されて、こう2年ほどねされてるらしいんですけども、そのご主人の稲上さんですね、秀夫様と息子さんの稲上孝也さんです。長田区のおはぎの町ですから、丸山の上の方でしょうかね、どちらでしょうか、お座り、どこいますか、もう帰られましたか、はい、はい、稲上さんですね、感謝します。案内がありますか、はい、すいません、来週のことです。プレザンドワーシップ、ダビネミニストリーから、の案内です。来週、横山大輔さんを迎えてワーシップセミナーが、お昼からあるので、ぜひ、ご参加ください。また、この後青年会からです。青年会があります。昼食を食べながら始めたいと思うので、昼食を持って2階の和室にお集まりください。以上です。そうですね、来週特に特別講師の横山大輔さんというね、前にもここでお会いしてくださいました、その方が特別お見えになりますので、ダビデミニストリー、つまり賛美に関連する人は平等に事情がない限り残って、そして共にですね、時間を過ごして、学んでほしいなと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは祝福ありますように。シャロン、シャロン、シャロン、アメン。皆さんね、第二礼拝もね、これぐらい多かったんですよ。だから第二礼拝も最近すごく多いんですね。祝福ありますように。